仏説魔漢にゃらみた心経漢字財宝作業人案にゃらみた辞書言語文解空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式役分尿税者利子税商法空創雨商雨滅雨空雨上雨増雨減税航空重無式無重創業式無限二微税新二無式上高未速法無限界内心無意識外無無名役無無名人内心無老死役無老死人無空重滅増無知役無得意無償特攻防大殺退犯にゃら見た更新無経験無経験公無空本理一切天道無足去年安三税小無税安にゃら見た高徳あのくたら三脈三宝大高知安にゃら見た税大臣州税大名州税無上州税務等同州農場一切空真実高校説安にゃら見た収束税収圧ギャーテギャーテあらギャーテ争うギャーテ傍事諏訪家安にゃ信用タキさんこんばんは。2016年3月31日3月最終日ですね。明日から新年度、いろいろ移動などがある方もあるのかなと。私もね、4月1日から新しいことを始めます。まああとはそうですね、珍しく久しぶりにちょっとだけやる気になっているので、いい1年度になればいいなと思います。というわけで今日はですね、空海即心偈を読んでいますが、今日中にこれ終わったらいいな、ちょっと無理かな、まあなるようになるさ、うん。というわけで、昼間の続きを読んでいきます。周囲は忙しい雰囲気でしたね。あ、そうだったんですね。なるほどね。まあ、なんて言うんでしょうね、早めにこう準備を済まして、のんびりしてる人もいるしね。そうかと思うともう最終バタバタっていう感じでですね、もう駆け込みでいろんなことしてる人もいるし、いろいろな、ね、性格が出るね任運自在でいきましょう。いいこと言うじゃないですか。そう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 、まあ、そういうわけでそれでは読んでいこう。平常心で今からは重々体毛妙足心のところから読んでいきますね。はい、少し用事を済ませつつ拝聴いたします。はい、どうぞご自由に、これは BGM なのであまり気にしないで、馬の耳に念仏じゃないけどね、我々馬じゃなくて人間ですからね、きっとね、聞き流してもね、睡眠学習的にいい効果があるに違いない。さあ、重々体毛妙足心、ここから読んでいきます。定本は、筑摩書房弘法大師空海全集第2巻松本祥啓先生、および、戸賀野祥雲先生の現代語の即心成仏義、小田次秀先生の即心成仏義講説、中川善教先生の漢和対照実感上、金岡周遊先生の、即心成仏義、それぞれですね適当にミックスしていきたいと思います。それでは6番目、重々体毛妙足心。重々体毛妙足心とは、これすなわち比喩を挙げてもって諸尊の人舌の三密遠流無下なることを明かす。体毛とはインダラシュムをなり、いわく心とは我心仏心衆生心、これを心と名付く。また獅子の心あり、いわく自称自由変化通る、これを名付けて心という。また三十あり、自因行これなり、核のごとく等の真な獣王重々にして小王か獣王いいのか獣王重々にして胸中の養蔵と
陶工の鍾乳とのごとし。かの心、すなわちこれこの心。この心、すなわちこれかの心。仏心、すなわちこれ衆生心。衆生心、すなわちこれ仏心なり。不動にして動なり。不意にして異なり。一旦ここで切ります。現代語訳、あらゆる身体が体毛、体毛というのはですね、帝釈天の網と書いて体毛ですね。体毛の玉さながらに照り合うのを名付けて即身というという句は、例えを挙げて、もろもろの仏たちが備えている国土を砕いて塵にしたほど多数の三密がまどかに溶け合い、妨げのないことを明らかにしている。体毛とは、帝釈天の宮殿に張り巡らされている、宝毛、宝の網のことを言う。その宝の網には、一つ一つの結び目に玉がつけられていて、それが互いに移り合い、移った玉がさらに移り合って、限りなく移り合うのであるが、あらゆる人々が限りなく溶け合っていることを、その宝毛によって例えたのである。お、キリタン、お茶ありがとうございます。愛のお返し。いいね。愛っていうのはさ、今日ね、なんだっけ、愛を与えるのがどうたらこうたらっていう話をしてて、なかなか私も興味深く聞いておりました。その愛の話に関連しているんじゃないかな、今読んでるこの体毛、帝釈天の網なんですけど、この宝毛、網ってこう分かるよね、普通に網ね。その網のこう結び目のところがですね、そこに一個一個玉がついてるわけね。で、その玉の一つの玉には、他のその玉以外の全ての玉が映ってるわけですよ。自分は映らないからね。で、その自分の玉は、自分以外の他のあらゆる玉にですね、同じ姿が映っているわけですよね。結局これって人間と一緒じゃないかなと思うんですよね。例えばそのキリタンという人が一人なんだけれども、私の中にもキリタンいるし、キリタンのキャスにお邪魔している人たちみんなの中にキリタンいるじゃないですか。で、それぞれその愛の行為をですね、して優しい言葉で語りかけているんですよ。キリタンは一人しかいなくて、で、一つの口で一つの言葉で語っているんだけど、それぞれの人がたくさん聞いててね、そのたくさんの人々それぞれの中にキリタンの優しい気持ち、愛の言葉が響いてるわけだから、すごい満ち満ちてる感じがするでしょ。それがね、この体毛っていうことなんと私は思うんですよね。重々体毛、こう重なり合ってるその愛の言葉、愛の行い、愛の行為、そういう温かい気持ちとかね、そういうことがまさにこの重々体毛妙俗心かと思うんですよね。いいとこに来ましたね。はい、そういうふうにですね、グッドタイミングで現れて、ポンとこういいね、レスポンスをしてくれるっていうのはですね、やっぱりキリタンは、私にとっては仏様なんやなと、観音さんなんやなとこう思うわけですね。いやん、温かい言葉、そういうとこがまた可愛いよね。今日はですね、ウーロン茶を飲みながら、でもね、なんか随分あったかくなってきたから、今まではお茶入れた瞬間にね、入れてね、ここまで机まで持ってきてさ、飲もうという頃には冷めてて、下手をすると冷たくね、飲もうと気がつく頃には冷たくなってるんですけど、だいぶね、いい感じになってきましたね。さてさて、それでは続けてまいります。さて、即身成仏の即身、身を解釈しよう。身体の身ですが、身とは我が身体と仏の身体とあらゆる生き物の身体とを身と名付ける。また四種類の身がある。宇宙の真理そのものたる身体と、悟りを享受しかつ他者にも享受させる身体と、人々を教え導くため姿を変えて現れる身体と、教え導く対象と同等の姿となって現れる身体とである。これを名付けて真という。なるほど。
いやでもね、なんか我ながらね、今ね、絶妙のタイミングでキリタンがね、登場してくれたことによって、私ここの一句がよく分かったような気がするんですよね。で、これなんかね、また法話で使わしてもらおうかなと思います。本当ありがとう。さて続き、また3種類の心がある。あらゆる言語活動として現れる身体と、特殊相として現れる心と、普遍相、まああまねく普遍の行き渡っている姿として現れる真の三神がこれである。右のようなさまざまな真が縦横に、まあ、縦横に関わり合っていて、それはまるで多くの鏡を向かい合わせ、その間に物体を置くと、それが多くの鏡に限りなく映り合うようであり、また一つの部屋の中に無数の灯明を置くと、その光が互いを照らし合って、光と光とを区別できないようである。かの心はすなわちこの心であり、この心はすなわちかの心である。そうなんや。いい言葉だね、この辺も。仏の身体はすなわち生きとし生けるものの身体であり、生きとし生けるものの身体はすなわち仏の身体である。不動でありながら同一であり、不異で、まあ異なって、異ならないでありながら、まあ異なっていると、不異でありながら異なのである。なるほどね。まあこの辺やっぱりいい言葉ですね。はい、キリタン嬉しい。いや本当にね、だからね、その多くの人の中に、いるキリタン、どのキリタンが本当でどのキリタンが嘘っていうことはないじゃないですか。で、お互いにその一つの、まあ、キャスを聞いててね、自分の中のキリタンが自分にこう語りかけてくれている、まあ、他の人にとってもそうですよね。そうするとどこからどこまでが、なんて言うんでしょうね、私がイメージするキリタンで、誰かがイメージするキリタンで、あるいは本物のキリタン自身でって、そういうふうな区別がなくてね、やっぱりね、そのイメージとしてほわーんとこうね、溶け合って重なり合っているんですよね。その全てがやっぱキリタンなんですよね。さてさて続き、原文ゆえに三道無下の真言に曰く、阿三昧チリ三昧三昧諏訪か。初めの空曰ば無等と言い、次曰ば三等と言い、後の空曰ば三平等と言う。仏法相これ三なり、真語意また三なり、真仏および衆生三なり、核のごとくの三宝は平等、平等にしていつなり、いつにして無量なり、無量にしていつなり、しかもついに騒乱せず、故に十重体も妙即真という。現代語訳、それゆえに三者が等しく妨げなきことを示す真言に言う。阿三昧、チリ三昧、三昧諏訪か。初めの阿三昧の呼び名を無等等しくないと言い、次のチリ三昧を三等三つ等しいと言い、後の三昧を三平等という。悟りを開いた人と、その教えと、それを奉ずる人々の集まりが三つである。また身体と言葉と心とが三つである。心と仏と人々とが三つである。このような三つのものは平等であり、平等かつ一つである。一つであって、しかも計り知れず、計り知れずして、しかも一つである。そして結局のところ乱れるところがない。だからあらゆる身体が体毛の玉さながらに照り合っているのを名付けて即身というのである。いい言葉ですね。キリタン、なんか私の存在が無駄ではない気がして、ありがとうございます。いや、無駄ではないどころか、もうありがたい存在ですよ。本当にね、いろんなキャスがあって、もちろんそれぞれね、かけがえのないキャスなんやけどね。でもね、やっぱりこう、なんていうのかな、目的もみんな違うだろうしね。それはキャス発信する人の目的も違うし、聞く人の目的も違うじゃないですか。だからそれをいいものと受け取るかどうか、活かせるかどうかはそれぞれなんだろうなとは思うんですけどね。まあ無駄なものなんていうものはないんでしょうけどね。でもやっぱりその価値を見出せる時
見出せない時いろいろだし、見出せる人も見出せない人もあるし、すべてはそのご縁だよね。さて、それでは戸賀の訳読んでいきます。重々の無礙、括弧1、無礙と促進。重々、体毛なるを促進と名付くとは、比喩を挙げたもので、これをもって諸々の仏が国土を砕きて微塵にしたほどの数限りない多くの三密を具し、それが互いに遠入し行き来することを明かしたものである。このね、国土を砕きて微塵にしたっていうのは、要するに宇宙に存在する全てのもの、物質であり物質じゃないものもあるけど、その全てのものを、これ以上分解できないっていうぐらいに分解する。原子って言っちゃうと、物理学の原子っていう意味じゃなくて、なんだっけ、デモクリトスだっけ、なんかあの人が一番最初に提唱した、これ以上細かくすることができないという物質まで細かく砕く、そのくらいの数のたくさんのものがですね、三密があると、こういうわけですね。体毛とはインダラ、すなわち帝釈天の宮殿を荘厳せる網にして、その網の目の一つ一つに宝珠ありて、それが互いに光栄し極まりなきを言うのである。促進とある中の身体、身、身ですね。身とは我が身と仏の身と衆生の身とがそれである。また仏の四種の身がある。すなわちそのままの身と、楽しみの身と、現れの身と、ともなる身とである。いやー、この訳が素晴らしいね。実際は自称人、自由人、変化神、徹神というふうに訳すわけやけど、出るかな。よいしょ。自称心、自称心。自由人、自由人、変化神、徹人、徹。これがそれぞれそのままの身、楽しみの身、哀れの身の、あ、現れの身、ともなる身と、こういう訳し方ですね。また、曼荼羅の三樹の心がある。自と因と行蔵とがそれである。核のごとき、これらの心が縦からも横からも従順に関連し行き来していること、あたかも鏡と鏡との間にある様蔵、もしくは一室の中にある百千の灯光が、灯火が互いに光栄し鍾乳するが如くである。かの心、すなわちこれこの心、この心すなわちこれかの心であり、仏の心すなわちこれ衆生の心、衆生の心すなわちこれ仏の心である。いずれも不動にして動であり、不異にして異である。括弧2、三灯の真言。故に三灯無礙の真言にいわく、阿三昧、チリ三昧、サンマエイソワカ。これはサンスクリットだと、阿三昧、チリ三昧、阿三マエイソワハ。初めの句義を無と、等しくないですね、阿三昧と言い、次のそれを三灯三つ等しい、サンスクリットチリサマサメと言い、後の句を三つの平等という、仏と法と僧とがこれ三であり、心と仏と衆生とがまた三である。核のごとくの三つの法は平等にして一である。一にして無量であり、無量にしてついに増乱しないのである。故に従従体毛なるを促進と名付くというのである。
さて、それでは一番しんどい小田次秀先生の解説を見ていきます。この章は即身成仏下の第四句を釈して、この句は大宗有三代、三つ大きいですね、三代が従従遠入無下する義を示して、六代無下等の三句を結釈、まあ、まとめたものであり、この従従遠入無下が即身成仏の即身の義にあたることを明らかにしている。高祖の釈は、まあ、弘法大師の釈はですね、雄大、まあ、あの働きのですね、無下を述べるのみで、大宗二代の無下の義には触れていないが、雄大、まあ、働きのですね、無下を説くところによって、大宗二代の無下を金明かす意である。解説。即身成仏下の第四句、従々対毛妙即身は、比喩を挙げて諸尊の無量の三密が互いに承入し遠入無下することを明かしている。しかも大宗有三代は一方の紙の上、一方の上の根流で同一のものであるから、三密の遠入無下は六代無下四万不利無下の義を含んでいる。故に今三密の従々無下を明らかにすることによって、三代の遠入無下の従々なることを説くものと心得るのである。三代無下に二重の意味がある。第一には、大宗有三代が各事象を守って、大代の次数、次水下風空四季の六代が互いに無下し、無下、要するに妨げがなくてってことですね。宗代、姿の大姿でいうところの第三方括四つの曼荼羅が互いに無下し、雄大、まあ働きですね、真五位の三密が、互いに無下をする、無下する義である。第二には三代について、大代と宗代、大代と雄大、宗代と雄大との間に無下遠入の義を見るを言う。下樹の従々、重ねる重ねる、この句は従々無尽に承入無下することを示している。大毛とはインダラ主毛なりの等の文は別して、樹の第四句の文を釈している。この中で初めに大毛と即身との二つを釈し、次に入仏三昧や真言を引いて従々無下の義を明らかにしている。今大毛を釈してインダラ主毛なりというは、インダラ、サンスクリットインドラは、帝釈天の母名であり、主毛、網の、玉の網とは珠玉を散りばめた羅毛であり、帝釈天の宮殿に張り巡らすところの主毛をインダラ主毛という。この主毛の下、妨げの義であるから、この入仏三昧や三頭無、三頭無下の真言は呪文の従々無下の証となる。以上のごとく考査は、考祖は、弘法大師はですね、大毛、陽号、等の湯と入仏様や真言の釈等をもって三密雄大の遠入無下を説き、広くは六代四万三密三代の遠入無下の義を示して、従々大毛妙即身の呪文に結び合わせられたのである。あ、意外とあっさりと終わりましたね。さて、それでは続き、第7章、法然具足サハンニャ。原文、法然具足サハンニャとは、大日経に曰く、我は一切の本所なり、合して世所へと名付く。説法、説法と、と、説法、ちょっと待って。説法等非なく本所にして神あることなしと。いわく、ガドは大日尊の自称なり、一切とは無所はあぐ、本所とは 本来法然に、核のごとくの大自在の一切の法を承得するの本祖なり。ですね、よいしょ、今から解釈をするところは、
よいしょ、これですね。現代語訳、あらゆるものはあるがまま、計り知れないほど多くの仏の姿をしていて、サハンニャを備えているという句を紹介しよう。まあ、法然具足サハンニャですね。大日経天智輪曼荼羅行本に言う。我はすべての始めである。世の人のよるべと名付けられる。真理の教えを説けば並びなく本来静まっていて、この上のものはない。右の文について言うと、我というのは大日如来が自らを称して言われたものである。すべてとは数限りないことである。本性とは本来おのずから、このように自由自在に存在しているすべてのものを表し出している根源のものを意味する。原文、如来の発心と衆生の本性とは同じく、この本来寂静の利を得たり、しかりとも衆生は隠せず知せず、故に仏、この利生を説いて衆生を覚悟せしめたも。現代語訳、仏の真理そのものの身体と、生きとし生けるものの本性とは、この本来安らかな真理を備えている。しかしながら、生きとし生けるものはそのことを悟らず、意識してもいない。だから仏はこの真理の趣を説いて、生きとし生けるものを悟らせたもうのである。原文、また曰く、もろもろの因果を行欲する者、かの愚夫の欲真言と真言の相当を知るにあらず、何をもってのゆえに因は他者にあらずと説けば、かのかもすなわち不生なり。この因すらなおし空なり。いかんがかあらん。まさに知るべし。真言のかはことごとく因果を離れたりと。私、ここがすごく好きなんですよね。現代語訳、また、大日経七地出現本に言う。万物の存在の仕方について、固定的な因果関係をもって説明しようと固執する諸々の者たちがいるが、そのような愚か者は真言の意義と真言の真実相を知っていない。それはなぜか。原因たるそのものは行為の主体ではないから。結果はすなわち生起しない。この原因は原因そのものさえなお空であるから、どうして結果というものが存在しようか。まさに知るべきである。真言の結果はことごとく原因と結果との絆を離れていると。原文、紙の門に引くところの雅楽本譜生ないし厭離を因縁の下、および諸法本部省ないし因果を不可得、各のごとくらの下は皆法然具足の義を明かす。現代語訳、先の文に引用した、私は万物が本来的に不生であること、云々、原因と条件とに束縛されていないこと、云々を悟ったというし、および諸々のものは本来生起しないないし、原因条件によって成立し、あたかも虚空に等しいというような詩は、皆あるがままに真理を備え持っているという意味を明らかにしている。原文、また金剛長行に曰く、自称諸生の眷属、金剛手刀の十六大菩薩、ないし各々に五億句偈の微細発心の金剛を入手すと。各のごとくらの文もまたこれこの義なり。現代語訳、また瑜伽経に言う。存在の本性そのものよりなる随伴者たる金剛手菩薩などの十六大菩薩おのおのが五億句偈の微細にして、五億句偈っていうのは10万とかですね、億とかいろいろな訳し方がありますけどね。
とにかくたくさんですね。微細にして堅固な真理そのものの身体を露出する。右などの経文もまた、すべての存在があるがままに真理を備え持っているという意味である。原文、法然というは、諸法を自然に核のごとくなることを表す。具足とは成就の義、無結晶の義なり。サハンニャとは梵語なり。子にサッツンというは我略なり。つぶさにはさらばシジャナウといい、本じて一切父という。一切父とは、父とは結旦見若の義なり。一切の仏、おのおののご おのおののご地、三十七地ないし接近の具を具せり。現代語訳、あるがままというのは、すべてのものが自然に、現に存在しているように現れているということを明らかにしている。備え持つとは、完成しているという意味であり、少しも欠けるところがないという意味である。サハンニャとは、梵語である。古く、サツンと、サツウンですね、サツンと感音写されており、これはなまった語のサッパンニャ。これはパリ語ですかね、サッパンニャを漢字で写して、これを略したものである。詳しくは、サルバジニャーナ、これはサンスクリットですね、サルバジニャーナという。漢訳では、一切父という、一切父の地は決断し選び取るという意味である。すべての仏は、おのおのが5つの知恵、37の知恵をはじめ、国土を砕いて塵にしたほどの無数の知恵を備えているのである。それでは、トガノオ先生、第4、成仏の下の講説1、法然具足の一切地（1）大日経の説。法然にサハンニャを具足しとは、大日経に曰く、我は一切の本初である。初めのものですね、本初である。方針演技、置いといて、世の人、我を号して世間の諸へと名付く。その説法は極妙であり、深々、深くて、逃避すべきなく、比べるものがなくですね、もとより静かにして、この上にいずるものがないと。ここに、我とは大日世尊の自称である。一切とは数限りなきことであり、本初とは、もとより法に自然にかかる大自在の一切の法を身につけた根本の大親ということである。祖母とか祖父とかの祖という字で、大親というふうに読んでますね。関係ないんですけど、日本書紀とかあの辺では、みおやとかね、読んでましたね。すめみまとかね。置いといて、かの如来の法身といい、衆生の本性というも、同じくこの法に自然の、元よりの寂静の理を具足したものに他ならない。しかろう衆生は、これを覚知せざるがゆえに、仏がこのことわけを説いて衆生を悟らしめたものである。また、道教に曰く、もろもろの固定せる因と果とを願い欲する者は外道にして、かかる外道の愚夫は、愚かな者はですね、よく真言の自相と真言の自義自相とを知るものではない。自義自相ですね、真言の自相と真言の自義自相とを知るものではない。何をもっての故にとならば、因というも、それはあらゆる対立を離れたるものなるがゆえに、因に対する固定の果を作るものにあらずと説くのである。因、すでに有無消滅を超越せるものなるがゆえに、その果もすなわち不生である。核のごとくに、この因の実相は、その因すらすでに空なるがゆえに、いかんが因に対立せる固定の果あるべきや。まさに知るべし。真言の果はことごとく因果を御理し超越せるものなりということを。と。括弧に、
御自門の下と遊戯教神の門に引用せる我が悟りは本不生にして内視陰と縁とを恩利せり等の下および諸法は元より不生にして内視陰合なり虚空に等しいとある。各のごときらの下樹はいずれも皆法然具足の義を明かしたものである。また遊戯教に曰く法然自然の自称よりなれる眷属たる金剛種等の十六大菩薩が各自に所持せる五個金剛所よりおのおのに五億五億千万の微細なる常しえの発心を露出すと。素晴らしいですね。なんかもう壮大なスケールで語りかけてきますね。もう何億千万億千万という億千万をもうなんか違うメロディーが浮かんでしまう億千万のですね仏たちがですね、もうこの我々がまあ私なんかは持ってますけどね、手に持っている五箇所からですね、いっぱい出てくる溢れ出してくる。それも一つの五箇所じゃなくて宇宙にたくさんいるもう無数にいる仏様のですねその一つ一つの五箇所からいっぱいいっぱいこう出てくるわけですね。いや美しいですねこの世界観。あのなんて言うんでしたっけ、模様が連続するんじゃなくてなんていうのかな、何模様、フレグランスじゃなくて、フレグランスは、あれだ香水だ、フラクタル、フラクタルなね、この終わりのない始まりがなく終わりがないこのフラクタルさがねめっちゃね考えれば考えるほど美しいね。ちなみにですね今遊戯教にどうのっていうのがあったので遊戯教の写真を撮ってきたのでですね出るといいな。遊戯教っていうのは密教独自の音頭で他の寺院には普通の寺院には絶対ないですね、だから三重の塔とか五重の塔とかそういうものは割といろいろなところにあるんですけれども、しかしこの遊戯教っていうのは密教独自なので、まあ、密教の寺院しかないと。しかもね、まあ、よっぽどのお寺じゃないとないので密教寺院だったらどこでもあるというものでもない。なんか押しても反応されない、なぜだ。これですね、はい、あ、一文字さんこんばんは、お茶ありがとうございます。あっちっちなお茶ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。あっちっちなお茶。でもね本当にね、あの一文字さんのとこなんかは私のとこよりもっともう一つ寒いじゃないですか。お茶ってぬるくなるんじゃなくて冷たくなってましたよね今まで。最近結構あの本当に冷たくなるとこまでいかないような気がします。さてさて、この遊戯教に曰くということで、この遊戯教ですね、この遊戯教というのは、正式名称が金剛部楼閣一切湯が遊戯教というふうな名前で、ですね、ここにね愛禅さんってこうみんな好きですよね。みんなってことないけど、あの愛禅明王っていうのはインドとかにあんまり作例がっていうかなくて日本にしか作例がないんですけど、ですね、この遊戯教にしか出てこないんですよ。金剛部楼閣一切湯が遊戯の湯が出ないか。
字が難しいから本当困っちゃうね。あったあったあった。ちょっと字が間違ってたらごめんなさい。とりあえずこういう名前の、お経なんですけど、遊戯経っていうのは、でこの金剛部楼閣一切遊戯遊戯経、ここにまあ、愛禅さんが説かれている。そしてこの初めの3文字ですね、金剛部、ここからですね、金剛部寺っていうのは取ってるんですね。さて続き、括弧3、法然具足の語義。法然とは、諸々のものが自然に核のごとくなることを表し、具足とは、成就の義にして少しも、還元のない、欠減のないことを言うのである。まあ、減ったり欠けたりしているところがないと。サハニャとは、梵語にして古くはサッツンと音訳をしている。サッツンってなんかかわいいね。サッツン、なんか私サッツンとか呼ばれてみたいですね。これは計略、まあ、なまったものである。つぶさにはさらばジニャノー、ジニャーナですね。さらばギャナーギャーノーって書いてあるんだけど、サンスクリットさらばジニャーナと言い、本じて一切父というのである。その一切父の父とは、取り決め選び分けをすることで、一切の仏にはおのおのに五地と三十七地、ないし国土を砕いて微塵にしたほどの数限りなき多くの地を具足しているのである。ここまでですかね、一旦ね。難しいよね。初めやっぱりこう打つのが大変でしたね。でもこう登録っていう機能があるからいいけれども、携帯、まあ、今のスマホじゃなくて一昔前の携帯だとやっぱりすごい苦労して、ただ携帯ユーザーがうちの信者さんの場合結構いたのかで、携帯で出るように化けないような文字をね使うようにいろいろね、苦労はしてましたね。さてそれでは小田先生の解説いきます。この章は俗信成仏下の第5句の中、法然具足の指示の意義を明かしている。一文字さんありがとうございます。お茶さっつん、田舎のおじいちゃんたちの呼び方で聞き覚えが、あ、そう、あ、なんかそう言われてみると、おいらもさっつんってどこかでなんか聞き覚えがあるようなでもかわいいね、さっつんなんだっけさっつんこの中に五家の5つの証文、証拠の文を引く。第一証文は大日経第三の天智輪曼荼羅行本の文で、本具の義を明かし、第二証文は道教第三の七地出現本の文、大正造教18巻19ページの中段で、因果を恩理する義を、まあ因果ですね、因果っていうものは、まあ、普通の仏教では因果の道理によってですね、因果あって原因があって結果があるんだと、こういうふうにお釈迦さんは言ったはずなんやけど、でもそこをですね、離れるということをこの句に言い出したわけですよね。第3第4の証文は共に法然具足の義を明かす文である。この2文は6代の釈壇に引用した文で、大日経第2具円本の雅楽本譜章等の句と、金剛朝三魔寺法の諸法本譜章等の 句とである。次の第5の証文は金剛朝遊戯経の文で、これ大正造経18巻254ページ上段、本具の義を明かしている構想は、これらの文を引用した後に、この証文が法然具足の意義を示すものとし、法然とは諸法自然の義、具足とは、成就の義務、結晶の義であると釈せられた。解説、この章は証文を引用して法然具足の句を釈している。その中第一の証文は、大日尊が自身の功徳阿字本譜章の義を説く文である。大日尊は阿字絶対の理に継承し、諸法の根源となり、万物の万法のすべてのものの本所であり、本来法然に大自在を有し、
久遠実情の本祖である。故に世の人これを合して世書へ、すなわち世間一切の書へと名付ける。しかしこの世書への名は大日尊自尊の境界に存するのではない。自称の境界における阿智本部省の説法は人人微妙で逃避すべきものがなく、その境界はさらにこの上に生ずるものがなく、本来弱状であり最も殊勝である。これが、経文の意であるが、今はこの文の最初の一期、我一切本書が寛容であって、この国法然具足の義が現れている。構想はこの経文の中の、我一切本性の語字を釈して、さらに如来の発心、すなわち本来法然の心と衆生の本性とは別種のものではない。はい、タッキーさん、お茶、湯上がり茶をありがとうございます。湯上がりに、よく捨てレオタイプなイメージですけれども、腰に手を当ててコーヒー牛乳ってやってみたいですね。でもあんまり湯上がりに甘いもの飲みたくないので、飲まないんですけど、あとはフルーツ牛乳ちょっとやってみたいんですけど、やっぱりねあんまり飲まないですね。フルーツジュースもいいですよそうなんだ。フルーツジュースはね、スムージーをねやってたんですよね。で、朝からスムージー飲んでたらね、そう、フルーツ牛乳、そう、でもなんか牛乳にフルーツってマジなんか美味しいのそれみたいな感じで、ちょっとね、ちょっと実際には手が出ないんですけどね。スムージーはね、いいのか悪いのか分かりません。とにかく私は太りました。あれは痩せるっていうのは嘘ですね。まあすごい太ってる人は痩せるのかもしれないですけども、やっぱりね、加糖ってね太りますよ。あとは結構ね、新鮮なフルーツを買うとお金がかかるので、割高ではありましたかね。キリタン美味しいよ。あ、そうなんだ、分かった。じゃあそのうちチャレンジしてみますさてさて、戻りますね。いかにか、なんか食べ物の話題とかっていうのは盛り上がるので、結構ね釣られてしまいますよね。さて、続き、衆生の心、あとは恋バナ、食べ物の話題と恋バナ。でも私は恋バナはちょっと苦手なのでダメですね。衆生の心中には、心の中には大日如来と同じく本来寂情の利得を備えている。ただ衆生はこの利を悟っていないから迷うのである。そうなんでしょう、利は備えているんですよ、悟りは備えているんですよ。でもそれを分かってないから迷うんです。故に仏はこの利子を説いて衆生を覚悟せしめると吹きせられた。第二の正門は衆生の因果を恩理した不思議北海を説く文である。まず諸楽欲因果等の文をもって下道凡夫が真言の自相自義を実のごとく知らないことを述べ、次に説因非作者等の下地をもって下道等が真言の自相自義を知らない理由を挙げて、その名門を破り、迷いを破りですね、真言不思議の科を示している。諸々の下道等は因果を固定したものと信じ、固定した因定因定を主して固定の科を願うているいいですね、願うているあの小田先生が喋ってるの聞いたことありますけど、確かこういう喋り方、私はね関西人ではないのであれなんですけれども、よろしおまって本当に言うんですね。まあね、最後の世代の人が言ってるのかなとも思うんですけどもいや、あれもちょっと真面目に講義を受けてるんだけど笑いそうになりましたね。いかいかいか、置いといて、このような執着を有している、愚夫愚かな凡夫はですね、真言の自相と自義、すなわち実相、本当の相を知ることはできぬ。本来因果は固定のものではない。因は本来不生不滅であって、鬱苦を超絶している。かもまた同様である。因の実相は因も空であるから、固定した果を生ずることはない。真言の果というは、固定した
因から生じた境外ではなく、殊勝の因果を恩理したところに、本来法然に一切父の功徳を具足している。これが今引用の証文の用紙である。第三第四の二証文は六代の釈に引用した文であるから、今は経文の釈は省略する。この二呪文の中の恩理を因念と因果等国との二句をもって法然具足の義を示すものとしてここに引用したのである。先の六代の釈に引用したのとは目的が異なっている。恩理を因念、恩理を因念というのが、なんか私は三利をなんとかって言いたい、 なんかあの三利用のキャラクターの中で私あれが好きなんですよ、あのなんだっけ、名前忘れちゃったの、清美ちゃんじゃなくてなんだっけあのうーんとマイメロディーも可愛いんですけど、あのラインのスタンプのポチャポチャ動くマイメロディーっていうのが好きで、あれとクロミちゃん、そうそうそう、クロミちゃん、そうそう、タッキーさんよく知ってる、クロミちゃん好きなんですよ、あれ可愛いんですよね。あとなんかキキララではなくてクロミちゃんです。でね、サンリオキャラはね、それは好きなんですけど、あとラスカルもね、あのラインのスタンプだと怖いラスカルいるじゃないですか、悪魔的な笑いをしてるラスカル、あれとかすごい好きなんですよね可愛いラスカルじゃなくて、あ、メイが好きなもので、やばい、おいらメイ語さんと程度一緒かよみたいなやばい、続き恩理を因念、これを読むと三理をなんとかってこう思っちゃうんですよね、因念造作を恩理する義であるから、恩理離れるですよ、あの般若心経にも恩理っていうのが出てきますけどね、殊勝の因果を離れて法然に一切の功徳を備えていることを示している。また因念等国の句は六代の釈の時と述べたように、因を因と合の二文字が大日経の恩理を因念の句に、当たるので、これまた法然具足の義を示すから、ここに重ねて引用するのである。次に第五正門の遊戯経の文は金剛界遍照如来、すなわち金剛界地方神の大日如来が光明神殿で十六代菩薩師匠、八苦等の自称諸生の自称諸生の自称諸生の、あーやばい滑舌これ、眷属の金剛菩薩等とともに各自に持つところの五地光明部署、すなわち五個金剛書ですね、金剛書より、なんかこの五個金剛書の金剛書の書ってキネって書くんですけど、キネっていうとなんとなく餅つきをするキネが思い浮かんじゃってダメですね、いかんいかん、ここの金剛書より五億句庭、句庭はサンスクリットコーティ、説はいろいろ億とか、十万とかいろいろな訳がありますけど、まあ億100億とか10億とかいろんな訳がありますが、まあ、たくさん無数の未細混合法身を露出することを明かしている。この経文に自称諸生というのは自自らというのは他の因縁によって生じたものではないことを示し、生は不快改めないという義味義で、法に あるがままの意味があるから、この句が法二の諸生であることを示し、法然具足の義にあたる。故に高祖はこの文を証拠として引用せられたのである。高祖は以上引用の五条文の結釈として、各のごときらの門な、またこれこの義なりと記し、これらの証文が法然具足の義を示す文であることを明かし、さらに法然とは諸法自然の義、具足とは成就の義であり、欠少なき義であると釈せられた。というところで、切りがいいところまで行ったので、
多分あと1時間ぐらいかかるので、一旦早めにちょっとだけ休憩を取りましょうか。まあすぐ始めると思うけど。ナム大山上金剛、ナム大山上金剛、ナム大山上金剛。じゃあ、一旦切って枠を切り替えたいと思います。ありがとうございます。